無茶の猫丸は、ポプラ社から1988年から1996年に渡って出版されたタモリ洋介によるゲームブック絵本シリーズ。この項目では、徳馬書店発行の漫画作品、無茶の猫丸についても述べる。もともとは徳馬書店から刊行されていた漫画雑誌ワンパックコミックに連載されていた無茶の猫丸が起源である。 連載中に雑誌そのものが休刊し、第一部、勘という形式で終了した。無茶の猫丸としては未刊である。本作は、無茶の猫丸の連載中、1988年に、ポプラ社から、新、小さな童話シリーズの、無茶の猫丸ゲームブックとして、スピンオフされ、1996年まで、全22巻が発表される。設定的には、 無茶の猫丸とは全く異なる。世界観ではあるが、スターシステムにより、メインキャラクターの容姿は、無茶の猫丸と同一である。中期以降、同じタモリ作品である、マイヒメゴメン。からのスピンオフキャラクターが、新たに、レギュラーキャラとして登場する。一般的に、ゲームブックと呼ばれる小説型のものとは異なり、子供が読みやすいように漫画やイラストで構成されている。 冒頭には、主人公が冒険に出発するまでのあらすじが、数ページにわたる漫画で描かれ、冒険が始まった後のページの上部にはそれぞれ四角で、囲まれた番号が振られている。迷路のゴールやクイズの選択肢等に、に進むとあり、該当するページに進みながら読み進めていく。選択を誤ると、ゲームオーバーになり、数段階前のページに戻って、やり直すよう指示がなされる。 特魔書店館、月刊ワンパックコミック1987年8月号から、休刊号である1989年1月号まで、連載。近世代の架空の日本を舞台とした、ヒロイックファンタジー漫画である、雑誌休刊に月きを渡るところで終了している、猫丸と仲間たち妖魔そのタムチャの猫丸に関する、カテゴリー。ありがとうございます。